はい、速稼塾の久保です。12月20日になりました。もうね、値動きを追うような時期ではなくなりました。ここからの FX の相場解説は一応値動き見ていくんですけども、主には来年から始まる相場の足場固めですよね。去年もやりましたけども、そのためにやることの一番大事なことは基礎用語を覚えてください。基礎用語を覚えるために速稼塾の基礎講座、これもありますんで、必要な方はね、販売しておりますんで、お問い合わせください。価格は無理ない価格に設定しております。去年もね、40名ぐらいの方がご購入いただきました。それから、基礎講座もうね、そういうのは手に入ってるよって方は、中級編でトレーニングをしてください。これは6ヶ月ほどの講義期間を設けてますので、損はないと思いますけども、これも別売りで販売しております。またこちらの方もお問い合わせいただければと思います。それでは相場解説の方を週が明けたんで、週足の方からやってまいりましょう。はい、週足ですよね。トランプさんからバイデンさんに変わってどうなったかというと、トランプさんの時はこう、バイデンさんに変わってからこうですよ。覚えてます？で、現在、ここがね、緩やかに落ちてきているところで、円安が進んだところでも結局大きなヒゲを出して押し戻されているってことなんで、もう120円までね、一気に上がっちゃうのかなって思った時期もあったんですけども、まあ今は随分抑えられてるかなっていうところですね。新年になってやっぱりね、もう一回120円目指すかもしれないですよ。米国は利上げを始めまして、これからね、日本との金利差、価格差はぐんぐんついていきますから、そうなると日本の円安は過激なぐらい進むと思いますよ。そうなった時に改めて120円の方向に向かうと思います。じゃあデイリー見ていきますね。デイリーだと全体的にはこれね、まとまってるのはここなんですよね。横ばいチックになっております。まあその中心線がちょうどこの辺ですよね。で、たまに上の方に突出しているところがありますけども、やっぱりね、大筋ではこの辺りにレンジを作ってまとまってるんじゃないかなってことですよね。それを細かく見たのが4時間です。はい、4時間の方では、レンジが、こういう風に展開されてるのが見えますよね。それも前半と後半に分かれまして、こちらの方のレンジの価格帯と、後半のこちらのレンジの価格帯に分かれていきます。で、一瞬こういう風にね、上に飛び出ちゃったんですけども、急速に押し戻されて、今、113円の698に収まってるところですね。それを1時間でさらに細かく見ていきます。これですかね。1時間ね。だから大筋、同じような水準なんです。横ばいなんですよね、もうこれね。ちっちゃなレンジに挟まってるってことで考えていけばいいと思いますよ。まあ、こんなとこじゃないですか。本当に大雑把ですけどね。で、この横ばい傾向がたまに上に突出したり下に飛び出たりとかして、まあでもこういうところでね、ピップスを稼ぐってのはもう、張り付きじゃないと無理です。張り付ける人は張り付いてください。とてもじゃないけども、利益を追えるような時期でも、値動きでもありませんから。ですんでね、しっかりと値動きを見て、基礎用語を身につけて、来年からの足場固めをするってことですよね。とりあえず明日も相場解説はさせてもらいますけども、まあ今日と同じような内容になるんじゃないですか。もう年末はこんなもんなんですよ。だから年末はこんなもんだって深く頭に刻んで、11月までに勝負する。つまり1年間っていうスパンはありますけども、FX ができるのは、正味、11ヶ月だってことですよ。ね。それから、夏場ってのはこれまたね、値動きが、なんか難しいでしょ？ 7、8、9月ってのはなかなか取れないですから。そうなると、年間で200日ある取引のうち、じゃあ、150日ぐらいしか私たちは勝負できないってことなんですよ。365日の1年の中で、FX の1年ってのは150日。これが本当のとこじゃないかなと思います。つまり、鳴らしてみると、1ヶ月に、だいたい12日ぐらいですよね。月の FX 日数ってのは20日ですけども、実際はもっと少ないってことなんですよね。そういうふうに考えて、一頭一頭しっかりと見ていきましょう。それではね、もう年単位で FX されてる方もいますけども、そろそろ稼いでいきましょうね。では、今日は以上です。おはようございます。12月21日でございます。まあ、ほぼ相場解説の方は今年の分は終わりましたんで、特に言うことありませんけども、今日はお知らせがありますので、まずは相場解説をお話しさせてもらいますけども、その後まで、最後まで、ご覧ください。こちらどうぞ。デイリーなんですけども、綺麗な横ばいに入りましたよね。まあ、言った通り、こういう風な感じになるんですよ。やっぱり12月ってのは。
まあ、私もね、6年目になりますけども、大体毎年、12月とこういうふうに、乱高下が収まってですね、乱高下、こういうところが収まって、結局横ばいに入っちゃうんですよね、クリスマス前までに。みんな取引やめちゃうんでしょうね、きっとね。はい、移動平均線も横にまっすぐになってきましたね。じゃあ4時間の方を見ていきます。もう横ばいでしょ、レンジだって言ってまして、私の場合レンジこういう風に取ってですね、前半と後半にレンジが分かれるよってことを申し上げましたけども、まあ横ばいですよね。これだと距離が、上下の距離がないんで、どうやってももう利益を上げることはできません。店じまいですよね。はい、じゃああと1時間見ていきます。1時間も、まあそうですね、ここが取れればいいですけどもね、こんな予測不能なところ取れませんからね。で、ここであっても上と下、真下と真上が剥がれればいいんですけども、これもちょっと無理ですよ。で、今後の動きってのはやっぱ横ばいに近い形で推移していくと思いますので、まあ眺めているだけっていうのが正直なところになると思います。まあ以上ですね、まあ、特にエントリーするポイントってのは見つかりません。今年はもう終わりじゃないですかね。でも何が起こるか分かりませんから、しっかりと相場は毎日見ていきます。で、ここからお知らせなんですけども、昨年10月に3ヶ月かけて FX の基礎講座っていうのをやらせてもらいました。これは毎日1分ぐらいで見れるような動画を皆さんにお届けすることによって、 FX の基礎知識、基礎用語をしっかりとアマターバに入れていただくコースだったんですけども、こちらの方ね、また今年も去年のものですけども、まあ毎年 FX の理論の理屈は変わりませんので、ご購入いただければと思います。速稼塾の塾生さんは9800円ね、9800円一律で販売いたします。速稼塾の塾生さん以外の場合の購入希望の方は29800円でございますんで、そのあたりを お心に留めていただいてご連絡いただければと思いますね。そしてこの基礎編をもうね、クリアした方に関しましては中級編もあります。中級編は2021年に2月から始めて8月の半ばまで続けてまいりました。およそ6ヶ月のコースです。6ヶ月のうちに、今度は毎日じゃなくて週に1回、主に土日に1通なり2通のメールを差し上げて、その中に動画講義が搭載されているということになります。私のこの FX の基礎講座中級編ではですね、まずはゾーン、フォーメーション分析、逆田語法、エリオットハード、この4つで全部を攻略していきますので、たくさん学ぶことがあるわけではありません。この4つのテクニックをですね、繰り返し繰り返しやる半年間になりますので、身につくはずでございます。で、こちらの方全部で44通のメールが届くようになっております。ですんで、メールマガジンでのお届けになりますから、メールアドレスが必須になってきます。こちらの方の価格は一般販売価格29,800円、そして速稼塾の塾生さん価格98,000円。速稼塾の塾生さんの中でも、塾費用を全部支払い終わったよって方、30万払い終わったよって方は25,000円での販売になっております。それぞれ、ご自身の状況とね、それからどのぐらい学びたいのかってことを添えて、私の方にお問い合わせいただければと思います。メールでお待ちしております。celcio@gmail.com。このメールアドレスも10年変わっておりません。こちらの方にお届けいただければと思いますんで、今日のお知らせに変えさせてもらいます。それではまた明日お会いしましょう。こんにちは。こちらをご覧ください。はい。これで1時間足なんですけども、皆さん、私がずっと言ってきたこと覚えてます？ちなみに本日は12月22日です。ほら、こういうふうにレンジの幅引いたでしょ？レンジを引くってことは何が起こるかっていうと、ブレイクもありますよってことですからね。で、ブレイク起きたじゃないですか。で、いつものように符号するところがこのあたりでしょ？まさにここまで来たわけですよ。まあ、ですんで、まあ、無風状態が続くよっていうふうに基本的にはね、申し上げましたけども、ブレイクするとしたらまた話は別です。これは取っていただきたいところですね。今までのこの相場解説、1年以上見てる方は特にですけども、私の相場解説っていつも同じでしょ？レンジを引いたらブレイクが来るよと。収束したらその後はブレイクが来るよと。じゃあブレイクってのは何かっていうと、私たちが大きな利益を瞬間に取れる瞬間なんですよ。で、それに比べて、レンジ内で上行ったり下に行ったりして取るのっていうのは、まあ難しいわけですよ、こっちの方が。実はね。っていうのは、レンジの幅が大きくないと取れないんで、これが。だいたい60ピップスとか70ピップスないと、このレンジ内でレンジオプションを引くっていうのは難しいんですよ。だから、ブレイクになってくるわけですよね。特に今みたいに、このピップスの差が40ぐらいしかないわけですよ、ここ。40ね。ってことはもうブレイク狙いしかないですよね。
まあでも張り付いて見ていられる方はあまりいないと思うんで、皆さんが皆さんね、この瞬間に立ち会えるかどうかわからないんですけども、少なくともこのチャートを見て、あ、ブレイクって本当に使えるんだ、そのためにはレンジってのをちゃんと見分けられるようになってはいけないんだなっていうふうに考えていただければ、この年末も新年に向けての大事な練習になると思いますんで、そういうふうに覚えておいてくださいね。はい。じゃあ今回は以上でございます。まあまだあれじゃないですか、レンジの方に入るんじゃないですか。じゃあまた明日。はい、12月23日ですね。あと1週間ですか。じゃあ今日も相場解説1時間だけで見ていきますね。はい、こちらをどうぞ。1時間だけなんですけども、ちょっといいご質問いただいたところがありました。というのがね、以前上程度仮定を引いたと思いますけども、こういう風な感じでね、引いたと思いますけども、ちょっとラフに引きますよ。上の線を越えた時にどこでエントリーすればいいのかってことなんですよ。伸びてきたものがここに当たって押し目を作って上に上がっていくときに、確かにここを抜けたんだけども、じゃあエントリーするところはどこなんだってことなんですけどもね、これはねずーっと見ていくとここに力点が1個だけ残ってるんですよ。まあ、ですんで初心者の方はここをなぞったところを超えた瞬間に大きく上に伸びると思って、ここでエントリーすればいいんじゃないかなと思います。じゃあどこまでエントリーすればいいのかってことなんですけども、それもね左側を見ていただくと、ここが力点になってます、レジスタフォラインで。で、これをぐーっと伸ばすと、この辺りまで伸びるってことが見えると思うんでね。だからこの距離を取っていくって発想になります。ね。この図が、この時に見えていれば、もう勝てるってことなんですよ。で、私は、この時に先ほどの図が見えてるんで、この図がね、見えてるんで相場解説をしてるんですよね。だから、数時間後の姿を、まあ仮説を立てて予測を立てて見えて、すいません、なんか電池切れちゃいましたね。まあですんで、この時点で数時間後の姿、これが見えるから私は相場解説してるってことなんですよね。で、いずれ皆さんも相場解説ができるようにこの解説をね見ていただいてると思うんですけども、力点の使い方とかあって今回も結構分かりやすかったでしょ。だから補助線をたくさん引いて、その引いた補助線にいろんなフォーメーションですとか力点ですとかゾーンとかね、レジサポラインとかをいかに見つけることができるかってことをトレーニングしてるわけですよ。ですので補助線をたくさん引く練習をした方がいいと思いますよ。はい、じゃあ今回はこんなとこですね。で今もう横ばいにまた入りましたんで、まあ、あまり大きな動きをね期待するよりも、レンジを作ってそこをブレイクしたら取りに行く、この繰り返しでいいと思います。で、今度のレンジはどこに引けばいいのってことになりますんでね、今回はまだレンジがない状態なんですよ。ただ先ほどまで上程だったところっていうのは今仮定になってますから、そこを破って下に行くよう、まあ行かないと思いますけども、行くようだったらそこでまたセルに入ればいいかなっていうところぐらいですかね。あとはエントリーポイント全然見えてきてないところです今。またね、今日一日ぐるっと見ることによって、明日の解説で新しいエントリーポイントを解説していきますので、まあもう今年も終わっちゃいますけどもね、明日相場解説したら本当に27日からの5日間しか相場が見ていられません。で、その時に儲けるようなポイントってのはもうね出てこないと思うんですよ。で、今回ね値動きがなくなったよって言って2度ほど大きな動きがありましたけども、でもこれもイレギュラーなんですよね。これを取るのは非常に難しいです。なんで難しいかっていうと、べったり張り付かないと取れないやつなんですよ、今回の。張り付いてらんないでしょ。特に深夜に動いてますからね。だからここは無理せず、深夜まで起きていたら生活壊れちゃいますんで、ここはまだ専業じゃないから取れないんだなと思って、復習するに留めておきましょう。まあ、復習のね、動画解説は私の方でやらせてもらいますので、十分勉強できると思います。それでは皆さん、チャートを見たら補助線をたくさん引く、その練習を怠らないでくださいね。素振りと一緒ですからね。補助線引かないと素振りにならないんで、ヒットもホームランも打てません。じゃあ、おはようございます。相場解説をご覧の皆様、今日はクリスマスイブでございます。12月24日ですよね。時間にして今まだ明け方です。朝4時になったところです。で、今日の相場解説なんですけども、昨日おとといといただいていた質問と回答に追加するような形でね、
とってもいい今チャートができてますので、そちらの方の解説をしながら来年のために非常に分かりやすい相場の見方について今日もお話していきます。それでは画面を切り替えてご覧いただきます。こちらをどうぞ。まずはですね、昨日の夕方の話です。私の家では夕食が済んでチャートを見てそろそろ一眠りしようかなという時間だったんですけども、12月23日の19時のチャートです。このようになってます。前回の質問に続くわけなんですけども、ポイントはですね、こちらの方を起点として今上昇トレンドに切り替わってるってことです。これトレンド転換と言えるほどのものではないんですけども、こちらからね価格がぐっと落ちて、まあ、ここで底を打ってですね、まあ、徐々に上がってきてるよってことなんですよね。流れとしては上昇トレンドって見ることができます。これよろしいですかね。はい。ではですね、次なんですけども、昨日の質問にも絡むわけなんですが、昨日私はね上底って話をしてましたけども、ここを抜けて上底を抜けたんで、まあ倍で入れば勝てるよってことだったんですけども、じゃあどっから倍に入ればいいのかなっていう目安ですよね。エントリーポイント、まずはエントリーポイントで一番目立つのがここです。こちらから上昇しかけたこのローソク足が大きく下に移りましたからね。まあですね、ここに大きな力点があると考えれば、じゃあここを超えたらもうこの上昇を遮るものがないと考えてエントリーすればいいんじゃないかなってことで、エントリーポイントが決まってきますというお話をしました。じゃあどこまで上昇するんだってことになります。どこをテイクプロフィットラインと設ければいいのかってことなんですけども、テイクプロフィットラインはこの力点ですよね。ですんで横に伸ばして、このあたりでまずは利益確定をしていく見込みで、この距離を取ろうよってことになると思います。そしてロスカットラインはここですね。ということなんで、リスクリワードもしっかり 1.3 以上ありますし、非常に分かりやすいエントリーポイントが見て取れるというお話をさせてもらいました。で、次なんですけども、ここで押し目を作ってね、もう一発上に行こうとしていたわけなんですよ。でも、その後、また、一旦下に落ちて上がったと思ったら、下に行きましたよね。ここで、まあ、おおよそは横ばい風味なんですけども、じゃあ次。これがですね、どうも上昇していってるみたいだけども、じゃあ全体的に見て上昇トレンドなんだけども、今度はどこで倍で入ればいいのかなってことですけども、これも、もうお察しの言い方だったら明確ですよね。ここに2つの、大体同じようなところに山ができてますから、これを横に伸ばしてね、今まさに昨日の19時の時点で114円の299ですから、ここを超えたら、倍でエントリーすれば全体のトレンドにも乗っていけるんじゃないのってことで、かなり有利なねエントリーすることができるよっていうことに私でしたら判断します。今までの私の解説を見ていただいた方、そして昨日の Q&A に対するね私の回答を見ていただいた方ならピンときたんじゃないですか。この114円の299を超えた時に倍で入った方、今頃どうなってるでしょうか。それでは今現在12月24日朝4時のチャートを見ていきましょう。同じ1時間軸です。これになります。いかがですか?こことここを結んだ点を超えたら倍で入るという戦略なら、今多少のピップスが稼げると思いますよ。稼げていると。もちろん、こんなね、20ピップス弱で利益確定しましょうってことは私は言いません。ですんで、これからまさにここを超えたわけですから、大きく伸びることを想定して、今エントリーされた方がいたらね、ゼロラインを作っていただいて、まあこっから下がっても損失が出ないように、このロスカットラインを調整して上の方にグッと持っていっていただければと思います。基本的には上昇トレンドに乗ってるし、こちらの力点も超えたし、ここね、でその他、ここの力点も超えたんで、ここも超えましたんで、まあしばらくは上昇することを期待してもいいと思います。これだけ上昇の条件が揃っていたら、まあ、たとえね、何かの原因で反転してロスカット食らっても悔いなしでしょ。
しかも今の時点なら反転してセルの方向に向かっても損失はゼロですよ。金銭的なデメリットもないんですよ。まあ、ですんでね、全体の戦略としてはこうなります。じゃあちょっと冷やしを見てみましょう。冷やしを見ていった時に現在24日の4時の時点ではここにいますよね。さあもうお分かりでしょ。意識するところはここですよ、ね、ここをもしね超えたとしたら今度はここもしくはここまで利益幅が見込めるわけですよね。そういうふうに日足を見てってください。当面は1時間軸でどこまで伸ばせるかをゼロラインに設定した後しっかり見ていけばいいと思います。そして利益が取れていってさらに上昇するようならこの日足の方で次の目算を立ててみてください。114円の790までのテイクプロフィットが一つ目の段階、次の目標は115円の445ですよ。この115円の445まで伸びる余地がこの日足にはまあ乗っているということですよね。ただですよ、私は全体的に見て総合的に考えて1時間以上の時間軸はセルの方で働いているというふうに判断してますけどね。ちょっとねこれはね嫌な円安に向かってるんですよ。120円まで以前向かうんじゃないかなと、介入がない限り行っちゃうんじゃないかなと思いましたけども、まさにこのまま何も起きなければ、これね120円まで行っちゃうんじゃないかなと思いますよね。それは来年わかることなんで今のところ何とも言いませんけども、ただね今回の動画でお届けした点をまあ、背景に来年からの相場解説の方を続けていくということを申し上げておきます。皆さんも心づもりは今日の動画が全て1年の総括であり来年への展望になってますので、もう一回ねもう一回見直すつもりで今日この動画をもう一回確認してみてください。はい、それではこの辺にしときましょうかね。はい、皆さんお疲れ様でした。